カラオケに来て最初の何曲かすぐに声が出ないというそこのあなた、今回はいきなり声が出るようになるようなエクササイズを紹介していきたいと思います。まず歯と歯を噛み合わせていただいて、本当にというこんな音を出してみてください。せーのでやってみましょう。せーの。はい、この音が出たら今度この音に声を乗っけていきます。音程は皆さん気にしなくて大丈夫なので好きな音程でやってみます。せーの。そしたらこの音をだんだん大きくしていきます。踏ん張る感じですね。でそうするとだんだんこの顔の後ろ側、口の後ろ側ですね、口の奥のところに響きを感じられると思うので、その響きを感じながら今度は口を開けていきます。こうなるといつもちょっと詰まってた音が、詰まりが口から外に出ていくような感覚になります。はい、これをやると喉の奥が自然と開くようになり、歌に必要なお腹の力もしっかりと使えるようになっていきます。最初の何曲か声が全然出ないよっていう方はこのエクササイズを試してみてから歌ってみてください。